こんにちは、デモンストレーターの田原栄一です。今日はこれ子供なんですけども、うちのひっくんが、このレゴを撮影してるんですが、その距離じゃピント合わないでしょう。ピンボキシジン、そこの距離だったらダメでしょ。どれぐらいの大きさに映った？そうだよね、全部の山が映ったよね。これもっと大きく映すための秘密道具って知ってる？そうだよね、ここにあるんだけど、これね、健康のデジタルセシャリングっていうんだけど、これをレンズとカメラの間にくっつけるんだけど、待て、いきなりくっつけるんじゃない。いきなりカメラレンズ外すんじゃない。これ3つくっつけてもいいんだけど、3つくっつけるとめちゃめちゃ大きくなるの。だから1つか2つか3つかどれかを選んでくっつけるんだ。じゃあ1つ2つ3つで全部分けてる。全部分けんの？でもまあひとまずちょっとおとなしめのところから行かない？でも行く？とりあえず一つ。押しながら、ボタンを引っ張りながら回します。外れました。はい。あれ、これを使わないの？あ、薄いの使う？このようにね、3つリングがあるんですけども、この中でどれを使うのかな？あの先にレンズを後ろにくっつけてください。いきなりカメラにくっつけるんじゃなくて、レンズをここにくっつけます。レンズの、ごめんね、ちゃんと見て、レンズの上の方に白い点があるでしょ。この白い点と赤い点を合わせます。そしてカチッと、あれ？反対方向。あれ、今の位置で合ってる。この位置で、こうも。レンズを向こう側に回す。そう。こっちは、こっちは、そう。で、カチッ。はい、つきました。これをレンズにくっつけます。カメラにくっつけます。レンズにくっつくんじゃないね。で、その赤い点と白い点が合ってるから、今度はそう、カチッ。はい、くっつきました。今12ミリのセッシャリングがくっついた状態で撮影をしてるんですが、近くしてても映る。そうでしょ、さっきよりも近くても映るでしょ。さすがにここまで来ると映らない。うん、はい。今ピントオートなんですけども、オートでもピントが合ってるようですね。困れた。でもちょっとピントの範囲が浅いので難しいようで。違う、これがさっき撮ったのは12ミリだと、あ、ここまで来るんだね。すごいね。いや、いきなり3つ繋げたら超巨大になるから、やっぱりやばいよ。次は12ミリと20ミリを連結して撮るようですね。本当は20ミリだけつけるという方法もあるんですが、まあそこら辺は端折って、はい、2つ連結でいきます。これカチンと鳴るとこまで音がしないとくっつきません。大丈夫ですか？拡大率が上がってくると、最後は三脚にくっつけて撮った方が安定するんですが、まあ、寝れないうちはこうやって手でピントが合う距離を探りつつ、思いっきり前に出ないとピントが合わないはず。今、なんか合わないでしょ？それはね、ピントが来ない範囲なの。お、本当だ。その辺でピントが来るのね。そうそうそう。おかしいな。でもそうなるんですな。はい。あ、すげえ。はい。かなり拡大されました。これから。これで、これが一つだけ連結した状態で、これが二つ。はい。なんか最後の二つ連結の方がピントが合っててうまいね。三つ連結するようです。12ミリ、20ミリ、36ミリの三つ連結で拡大率がかなり上がります。でもこれ想定外に近くしないとピントが来ないので、その辺が慣れない人は怖いところですね。あとね、普段のレンズくっつけてる時よりも取り回しが難しくなります。ちゃんと位置を確認して、カメラのマウント部分にくっつけるということで。あ、位置合ってる？大丈夫？カメラ壊さないでね。赤い点をちゃんとこのマウント指標、こっちの白い指標につけるんだよ。こうだよ。はい、くっつきました。Yeah.
全然ピンとこないでしょ。もっと思いっきり前に出ないと。ああ、ここに来た。え、そんなところ？そうでしょ？そうでしょ？もうほとんどくっつきそうなぐらいのところでピントが来るからね。あれ？あれ？こっちじゃないの？うん、あのピントね、だんだんね、あの自動じゃなくて手動にした方がいいのかもしれないんだけど。自動ってどれだ？このニコン D2X の場合は、今自動になってるのはこのレンズのここのとこにあって、このレバーを今、S かな？それを M にすると手動になります。はい。そうですね。で、手動だともう体で、前後するしかなくって、それでまま、回しても変わんないから、思いっきり近づく。近づくだけ。ピンとくる？思いっきり近づかなきゃダメだよ。やばい。レゴの文字が見えますね。最初がこれで、はい、次が12ミリですね。で、20ミリをくっつけて、最後、これまでですね。やば。次にカメラとレンズを手持ちではなくて三脚に固定していますね。今、スリックのシステムカーボンの74という三脚にカメラを固定して、カメラを固定すると、この被写体とカメラの位置関係が調節できるのと、今 F1.8 で、何分の1秒？80分の1秒。まあシャッタースピードとしてはこれまだ早いは撮れてる方ですけど、絞りを絞り込んでいくともっと遅くなるので、絞っていくっていうことができるわけですね。F16 の 1.3 分の1秒とかっていう感じですかね。うん、結構スローシャッター。うわ、やば。やばいでしょ？これでも結構映ってる。うん、ピントが合うようになるでしょ？これが違いです。中見るとあんまり合ってないように見えるでしょ？ピントが。うん。これね、ここのカメラのここに、プレビューボタンっていうボタンがあるから、中指で押すボタンがあるの。難しいけど。これを押すと、覗きながら、ここ。指は届かない。これ。それを押すと、それを押しながら覗くと、暗くなるけど、ピントが合う範囲が深くなるの分からない？暗くなるけど、ピントが合う実際の様子が見えるっていうボタン。プレビューボタンね。難しい。変な感じだよね。まあ暗くなるからね。でもピントが合う感じが分かるでしょ？それを使ってチェックして撮影します。というわけで、一気になんかエネルギーを使って疲れたようなので、これで今日は撮影終了のようですが、接写リング3つを合わせると、もうレンズ先端このぐらいの距離でピントが合うということですね。今回ご紹介したのは、健康のデジタル接写リング。このように、カメラとレンズの距離をぐっと近づけて、いつも見えない撮影ができるということでした。